のんのです。今回は直線縫いを印なしでまっすぐ縫うコツと練習方法をお伝えしていきます。練習するにあたって布と糸の色についてお話しします。縫い線がまっすぐかどうかを分かりやすいように、普通だったらこの茶色に合わせるんですけれども、はっきり分かる色、今回は白い糸を使っています。そしてサイズ的には、布のサイズは A4 ぐらいを2枚、2枚というのは1枚では薄すぎるんですね。練習するのにこれが2枚ということです。このように2枚を重ねて縫い始めましょう。皆さんは、じゃあこの布を渡されて縫ってくださいって言われたら、どこからスタート、どこにセットしてスタートしていきますか？まずこの中央のあたりに縫ってみようかっていうふうにしてセットすると、もう本当にどこを縫っていいか印がついてないので迷ってしまいますよね。まっすぐ縫おうと思ってもグラ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 揺れたような線になってしまいます。まずは縫い始める前に、この布端とこの押さえを合わせます。縫う時の目線、自分が見ているところは針もまあ見るんですけれども、この押さえの端と、ここが見にくいなっていう人はこのトップのところ、尖ったところでもいいんですけど、このあたりを見ながら、そしてここ合わせながら縫っていきます。それではスタートしていきます。針とか全然見てません。こちらをぐるっと回っていくんですけれども、回るところで止めていきます。止めるところはこの幅が1センチぐらいかなっていうところで止めていきます。ぐるっと縫っていきますので、ここ角に来ました。押さえを上げて、そしてこのように回していきましょう。ほぼほぼなんですけれども、ここピタッとやりたいところですけど、あ、いかなかったってやり直すことはないですよ。このまま押さえを下ろしていきます。布は合わせましょう。合わせました。そしたらスタートしていきますよ。ゆっくりで構いません。練習です。慣れたらスピードアップ。ピタッとピタッと、ここずれちゃいけないなんて考えなくていいんですね。練習です。ほぼほぼです。ほぼほぼ合ってたらいいっていうぐらいのつもりでいきましょう。また角が来ましたので、ゆっくりです。ゆっくりゆっくり、少し手でこう回すんですね。こちらを回していきます。そしてギュッ、また回転していきます。これを繰り返していきます。この辺りから最後まで縫い切ってもいいんですけど、手前やっぱり1センチぐらいですね。ここを見て1センチぐらいまで縫って、次はまたくるっとこういう風にね、回してきます。そうすると一周回ってきたんですね。次からはその繰り返しで、今度はここの自分が縫った縫い線にこの押さえを合わせて、またずっと縫っていきます。